はい、こんにちは。今回はですね、大活のヌーム、これは、ミラーとクラウドフォームを共有する軽自動車のミニバンだがヌーム、カジュアル路線のカジュアルシリーズとカスタムの系列のカスタムシリーズの2つのシリーズに分けされている。搭載されるエンジンは64馬力の直四 3DOHE ターボ、58馬力の可変バルブタイミング機能付き直三 DOHC の3種類。起動方式は FF とフルタイムフォーエブリー。ミッションはクラブ式の燃料性重視 ECO の CVT、4AT、3AT、フロア式の 5AD のいずれも組み合わせる。で、ラインナップは非常に豊富で、カジュアルシリーズの FF は CXT、CL リミテッド、CL、CG、4WD が CXT、CL リミテッド、CL を設定し、カスタムシリーズの FF はエアルダウン SRS リミテッド、エアルダウンカスタムリミテッド、カスタムターボリミテッド、カスタム L リミテッド、4WD がイヤローダウン RS、リミレット、イヤロダウンカスタムリミレット、カスタムターボリミレット、カスタムターボ N4、カスタム L、リミレット、カスタム LN4 をプラインアップし、リアシートは左右独立テープで150センチのスライドとリクライニングが可能となる。安全設備としては全車にリアルエアバッグ、衝突時にドアロックが解除され、衝突防止安全システム、クラッチスタートシステム、NT 車、プリティッシュナー&フォースリミッター付きシートウルトを標準で、まあ、設備しているということなんですね。で、これの一番お高いものでして、イヤロダウン RS リミテッドが152万5千円。一番安いもので RS が137万円だと思います。で、大体一番グレードが上だと 15.4 走るんですが、一番下のグレードだと18だから、まあ、結構燃費がこの時代の車としては燃費が結構いいですね。軽自動車の中でも、まあ、抜群にいいような燃費を持ってるんではないかなというふうに思いますね。で、それでこれは2001年の1月に、この形が出てきました。それまでは4等タイプ、カスタムですと4つの、丸目4等式のムーブだったんですが、まあ、これは珍しいことに丸目が1つですね。で、フォグランプが1つあるというタイプのもの。で、これはミニカーとして探してみると意外とありそうなのかなと思うんだけど、まあ、カスタムって言うとやっぱり 4つの目が入った4等ライト。まあ、あれが結構主流としてあるので、まああんまりこのタイプの、ワゴンこのタイプの車ってあんまりないんですよね。だからそれを考えると、まあ、非常にね珍しい、車であるなというふうにね、思いますね。で、これはどこのメーカーか作ってるのか多分わかんない。あの国が作ってるんじゃないかなと思うんですが、まあ、4つ目のライトで非常にこう、可愛らしいね、感じに仕上がっていますね。可愛らしいというか、かっこよく増し上がっていて。このタイプのやつってある意味探すとないんですよね。4等式のやつがカスタムではあるけど、こういう2等式タイプのやつっていうのは、探すとね、ありそうでいるんだけど、実際のところはないので、まあ、それをこう考えると、まあ、なかなか珍しい、タイプの、まあ、車になるなというところで、そういうところが非常にいいなというふうに思いますね。で、ちゃんとこうミラーなんかもついてる、ものでございます。どうもありがとうございました。